はい、皆さんこんにちは、フィドルの友情です。今回は、中型免許に続き大型バイクの免許、なんと今日速検でございます。朝からドキドキ頑張っていきたいと思います。行ってきます。はい、おはようございます、ゆうじょうです。さて、今日はですね、バイク中型免許に引き続き大型バイクの卒業決定の日でございます。今ちょうどね、車高に向かってるんですけども、車高って自動車学校なんでね、この辺でしか言わないのかな、車高って。まあ事情があってちょっと離れたところに通ってたんですけども、通ってる、はい、はい、いよいよ卒検です。本当はねバイクで来ると思ったんですけど、車で来ちゃいました。はい、すげえ田舎でしょう。まあ自動車学校があるところはね、車高があるところは大体田舎が多いんですけど、今ですね8時半、僕が通ってるところのですね車高の速検は必ず午前中なんですよ。朝が弱い僕にとってはきついんですけど、仕方ないですね。早起きして、6時半に起きたかな。はい、もうすぐ到着ですね。大型ね、バイクはちょっと買えないけどな。でも今のうちと思って頑張って車庫通ってます。それの最終日今日は。はい、でこれで受かれば、免許試験場へ行って、そしてめでたく免許取得という感じになります。到着。朝一番の自動車学校です。はい、こんな感じです。まあどこの車高も同じような感じでしょうが、はい、田舎の自動車学校ですね、ここ通いましたね。リニューアルされてるので、ここ最近とっても綺麗でカフェみたいです、すごく居心地が良くて、2階の待合室なんですけど、待合室休憩室、はい、2階から見るとこんな感じ。もうね、実は始まってるんですよ速検。まずはね、ちっちゃい方から、小型は今日いなかったんで、中型もう始まってます。もう思い出すね、この時、馬の一本橋っていうか、まあ今日僕もやるんですけど、これね普段濡れててもね、またねこれ午前中ってこともあって体が起きてない、もうんちゅうかな。でね、一本橋乗り始めて欲張っちゃうんですよ。大型は10秒以上かけて、渡りきらなきゃいけないんですけど、乗っかってすぐに、欲張っちゃってね、11秒12秒なんて狙っちゃったりするとダメです。はい、もう普通にやればいいんですよって先生には言われました。でまあ
あの外周を走ってますね。もうその時何考えてんのかな。はい、ドキドキです。これね、これあれかな、一周ぐるっと回るっていうね、40キロ出して、このね狭い車高だと40キロって結構速度感じるんですよね。怖い怖い。というわけでございまして、自動二輪、大型自動二輪、大型バイク免許合格しました。卒検おめでとう、卒検おめでとう、言い方欲しいな。卒業おめでとうということで、わあ、ほっとしたマジで。今2022年のもう4月後半に差し掛かってるんですけど、去年2021年11月から中型免許を取りに来まして、で受かりまして、その後大型を改めて取りに行き、同じ自動車学校だとコースを覚えなくていいし、それから値引きが効くということで、はい、チャレンジということでね、免許取りに行ってました。ただね、やっぱりこう50過ぎてから、昔ねマニュアルとか乗ってたんですけど、昔30年ぐらい前、50歳を過ぎると適応能力が低い、油断と気負い、すっさっさっさっと、卒業できると思ったらそうはいかない。いや、そこね誤算でしたね。ちょっと緊張もしたし、なんせこうバイクの重さになれないとね、特に大型、はい、でもなんとか頑張ってですね、はい、合格することができました。はい、これで運転中だから見せらんないけど、はい、これ間違えた、これで、卒業証書を持って、印紙持って、免許試験場へ行き、学科、技能免除の中でということで、視力検査だけ受けて、これね、はい、卒業証書、その証明書で、すぐに免許がもらえると、はい、晴れて大型を取れますみたいな、はい、よかった。もう昨日ね、昨日寝れたけど、頭の中コース A コース B コースどっちかなみたいな感じで、もうなぞってで知らない間に寝てたんですけど、ま、朝早かったんでね、起きれるかなみたいな心配もあってでね、そう僕大型、今日大型受けたの3人いたんですよ。で僕一番お尻だったの、一番最後だったので、その僕の手前の2人が、まあ、その前に自動二輪、あ、ごめんなさい、普通自動二輪かな、二輪があって中型か、で僕の前に大型が2人いたんですけど、2人とも落っこっちゃって、一本橋で2人とも、もうドキドキそれもあってね、ちょっと今すっげえホッとしてます。とにかくまずはちょっと、帰ってね、免許試験場行く予定を立てていきたいなと思います。はい、では改めまして、自分俺おめでとう、やったー。はい、愛知県運転免許試験場に到着しました。もう昔ボロボロだったのに、すっごい綺麗になって、
的リニューアルされて、駐車場もね少なくてえらい遠くに止めさせられて、すごい待たされましたね。信じられない、こんな綺麗なの。はい、でね、こう順路が分かりやすい。まず手数料でしょ、本当分かりやすい。迷うこと一切なかったですね。これは免除のところですね。免除で確認です。時間があったんで昼飯、前はね正直まずかった。はい、ちょっとまだ時間があったんで、試験場内を散歩中です。車教習車が一般で、できればね、できればっていうかもう関係ないんだけど、教習車もねもうちょっと可愛いのに全部リニューアルして入れ替えればよかったんじゃないね。これ前から同じだよねきっと。で二輪教習所にちょっと行きましたね。多分これね一発試験やってましたね。そう、車高通わずに一気にここでね取れるというとこです。はい、というわけでございまして、愛知県の運転免許試験場平張りに来まして免許取得しました。大型バイクです。やったー。ただね、朝早く起きて来たんですけども、まあその試験場自体がリニューアルされてものすごく綺麗で、システムも新しくって、すごく建物自体は素晴らしいと思うんですよ。駐車場もね新しくなって、ただそこで働いていらっしゃる職員の方たちが体質が古いのか、元警察官でも古いのか、なんちゅうのかな、対応がきつい。なんか本当に些細なことでブチ切れてる職員の人がいて、切れられたの女の子なんだけど、もうせっかくね念願の免許を取りに来て、受け取ってっていうね流れなのに、あれはないわ。なんかねもう いろんなところでそういうのを見受けられて、ちょっとねうやむやがあります。まあ日が経てば忘れられることでしょう。まあ、今後そんなにね書き換え以外は来ることはそうそうあることではないので、まあ我慢我慢というわけでございまして、免許取得おめでとう。やったー、ありがとうございました。さて今からでかいバイクを買いに行きます。いけません、そんなお金ありません。相変わらずね、車検のない250で楽しみたいと思います。ではでは、ありがとうございました。